はい、どうも皆さんこんにちは。今回はアイアンマンのスーツと今後 MCU で公開されていくスパイダーマン3についての情報について見ていきたいと思います。まずアイアンマンのスーツからについてですが、これまでのアイアンマンといいますと2008年のマーク1から始まってインフィニティウォーエンドゲームのナノテックスーツまでたくさんのスーツが登場しています。トニー・スタークがこれまでに開発してきたどのスーツを見てみても前作のスーツからは改良が加えられており、以前戦った敵であったり何か欠陥があったところを修復して次の映画であったり戦いに備えています。トニー・スタークがこれまでに作ってきたのは自分用のアイアンマンスーツだけではなくて、ピーター・パーカーのためにスパイダーマンスーツも作っています。そのスパイダーマンスーツもこれまで登場してきたただの全身タイツではなくて、スーツには人工知能が入っているだけではなくてその他様々な便利な機能がついていました。例えば1作目スパイダーマンホームカミングの時には敵のバルちゃんに襲われて上空まで飛んでいってしまい、その時にスパイダーマンの背中のロゴから緊急用のパラシュートが開いています。その時には完全に開ききることができずに最終的には水に落ちてしまっていますが、トニー・スタークはもしものことも考えてスーツには GPS もつけていました。その後登場したスパイダーマンファーフロムホームで自分で作っていたスーツにもスパイダーマンのスーツの背中にはパラシュートがついています。もしかしたらこのパラシュートというのはアイアンマンがこれまでに失敗した経験からつけられているかもしれません。それがウォーマシンのスーツで、2016年のキャプテンアメリカシビル王の時にはウォーマシンはビジョンの攻撃を偶然食らってしまい、そのまま地面に墜落して下半身が不随となってしまいました。トニー・スタークはこのウォーマシンの墜落の経験をもとに新しく作ったスパイダーマンの背中にはパラシュートを入れておいたのかもしれません。話が少し前後してしまいますが、1作目の2008年のアイアンマンについてもう少し見ておくと、一番初めに作ったマーク1は本当に鉄からできており、その後マーク2まで素材は鉄を使っていましたが、その後マーク3以降は金とチタンの合金を使っていると言っています。マーク2で上空まで上昇した時には途中で凍りついてしまい、ウォーマシン同様に墜落しかけていますが、この経験からスパイダーマンのスーツにはヒーターもつけて極寒の地でも耐えられるように作ったということも考えられると思います。その後2010年に公開されたアイアンマン2では緊急用のスーツケース型のマーク5が登場しています。こちらのスーツは持ち運びができるという利点がありながら、大きな欠点としてその装甲が薄いということで、ウィップラッシュの攻撃に数回耐えることはできましたが、すぐにスーツの一部が剥がれ落ちてしまっています。この経験からその後の2012年のアベンジャーズでは、自動で飛んでくるスーツを開発しており、マーク5の時のスーツの問題を解決しています。それ以外にも2012年のアベンジャーズの時のスーツは、ソーと1対1の戦いになった時に雷の攻撃を受けますが、それを電力に変えることで攻撃に活かしています。この前に登場したアイアンマン2の時はウィップラッシュとの戦いの時に電気ムチの攻撃を受けていますが、その時はスーツの充電に使うことはできずに単にダメージを受けていましたが、このウィップラッシュとの戦いからスーツを改良したのかもしれません。また2012年といえばアベンジャーズエンドゲームでも登場した時代で、この時にはトニー・スタークとアントマンの2人で4次元キューブを手に入れようとしていました。この時のトニー・スタークも過去の記憶をもとに4次元キューブを狙っています。例えばアントマンが小さくなってトニー・スタークの胸のアークリアクターに入る場面が登場していますが、これとよく似たことは2016年のキャプテンアメリカシビルウォーの時にも登場しています。この時はアイアンマンのスーツの中に小さくなったアントマンが侵入してアイアンマンのスーツが一時的に故障していましたが、この作戦を逆手にとって実行したのかもしれません。小さくなったアントマンはアークリアクターの中で接触不良を起こして一時的にトニー・スタークは気を失っていますが、この時未来から来たトニー・スタークは2012年で自分が着ていたマーク7のスーツとそのリアクターは層の雷の攻撃は致命傷にならないことが分かっていたので、また生き返ると思ったのかもしれません。2016年の時のスーツはアントマンが小さくなってかなり余裕でスーツの中に侵入できていましたが、その後登場したナノテクスーツではこれまでのスーツと違って関節の可動部分がないため、おそらくアントマンが入る隙間というのはなくなったはずです。アベンジャーズの翌年の2013年に公開されたのがアイアンマン3ということで、この映画で一番登場していたのがマーク42で、こちらアベンジャーズの時に使った自動で飛んでくるマーク7のスーツとは違って、スーツとトニー・スタークが離れていたとしても自動で飛んでくることができるようになっています。このスーツ自体にもこれまでの経験が反映されていると思いますが、その一つが2008年に登場したアイアンマンであったり、前回2012年の時に作った飛んでくるスーツだと思います。この自動で飛んでくるマーク42のスーツに関してはおそらく GPS か何かを使って場所を突き止めているのだと思いますが、例えばこれは2008年にテンリングスに捕虜にされた経験から来ているかもしれません。この時は洞窟に閉じ込められてしまい、GPS も携帯電話も何もない状態だったので、一緒に来た米軍もトニー・スタークの居場所が分からずにいました。そしてアイアンマン3でも、再び敵に拘束されてしまい、銃で撃ち殺されそうになっているところに、マーク42のスーツが自動で飛んできました。
アイアンマンはその2年後の2015年のアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンで再び登場しています。その時のスーツ自体にはあまり大きな変化はありませんでしたが、新たなキャラクターとしてウルトロンとビジョンがいました。ウルトロンは人工知能が暴走して勝手に体を作っていましたが、元はといえばトニー・スタークの技術を使って作られているので、ウルトロンの体であったり、そのウルトロンが作ったビジョンというのも間接的にトニー・スタークが作ったというふうにできるかもしれません。なんといってもこの時に重要だったのがビジョンで、その理由は額にマインドストーンがあるからです。この時初めてロボットの体にマインドストーンを収めることに成功しているので、その後エンドゲームでトニー・スタックが使ったナノガントレットであったりマーク85のスーツにも応用していたはずです。そしてこの映画では別のスーツとしてハルクバスターことマーク44のスーツも登場しています。この時はスカーレットウィッチによって洗脳されたハルクとハルクバスターを着たトニー・スタックとの1対1の戦いで、最終的になんとかハルクを沈めることはできたものの、ハルクを止めるのにはかなり苦労していました。そもそもハルクバスターとハルクでは、ハルクバスターの方が一回りハルクよりは大きいですが、それでも簡単にハルクを止めることはできませんでした。この時の戦いで手からリパルサービームを出してハルクを止めようとしていましたが、そこではハルクに片手で止められていて、あまり効いているようには見えませんでした。その後インフィニティウォーでの戦いでは、ハルクバスターよりもかなり小さいマーク50のスーツを着て、ハルクと同じくらいの大きさのカルオブシディアンを吹き飛ばしています。巨大なハルクバスターのリバルサー攻撃でもハルクを倒せなかったため、マーク50のナノテクスーツではさらに強力なビームを出せるように改良したのだと思います。またこちらのマーク50のスーツに関してはそれ以外にもたくさんの機能がついており、その一つが足を一体化させてこれまで以上に超高速で飛ぶことができました。この時はさらに上空でピーター・パーカーが酸欠になって苦しんでいたので、シビルボーでウォーマシンが墜落してしまった時にさらに早く飛べればウォーマシンを助けることができたかもしれないということで、このような改良をしているのかもしれません。それ以外にもマーク50は武器を作ることも可能で、ブラスターなどのハイテク武器から剣や盾などの原始的な武器を作ることもできました。映画冒頭の戦いでも盾は登場しており、その時は盾を使って防御できていましたが、サノスのパワーストーンの攻撃は盾では防ぎきることができず、パワーストーンの攻撃をかわして反撃に入っています。その後エンドゲームで登場したマーク85のスーツにも新しい別の盾がついており、それはナノテクを使った金属の盾ではなくて、キャプテンアメリカがコミックで使ったプラズマの盾のような感じになっています。おそらくこの盾はインフィニティウォーから改良されているはずなので、パワーストーンをはじめとするインフィニティストーンの攻撃にもより長く耐えられるようになっていると思います。またそもそもナノテクスーツに関しても、その前兆とも言えることは2016年のキャプテンアメリカシビルウォーの時に登場しています。その時はナノテクスーツというよりも、片手だけ覆うことのできる時計型のデバイスで、こちらもマーク5のスーツ同様にあくまでも緊急用のものでしたが、おそらくこの時計型のデバイスが改良されていき、ナノテクスーツへと変わっていったのだと思います。アイアンマン3で登場したマーク42のような飛んでくるスーツも、一応トニー・スタークがどこにいても装着ができると思いますが、その一つ欠点として、離れていれば離れているほど飛んでくるまでに時間がかかりますし、そうなればトニー・スタークはやられてしまう可能性も高くなり、スーツが飛んでくるということになると、密閉された部屋であったり、あまりにも壁が厚いところにいると、そもそもスーツが装着できなくなってしまうと思います。特にシビルウォーの時に戦っていたのは、アベンジャーズの施設ということで、より警備なども厳重で、建物もしっかりしていると考えますと、スーツ装着までに時間がかかってしまい、そのことから時計型のデバイスに始まり、ナノテクスーツの開発に取り組んでいたのかもしれません。そしてインフィニティウォーで登場したナノテクスーツに関してですが、一番初めのスーツの装着場面では、トニー・スタークはサングラスをしていて、それを外すと同時に装着してきましたが、サングラスをよく見てみますと、そのサングラスはスーツに吸収されているように見えます。このことからナノテクスーツ自体に何か別のものを取り込む能力があって、これはエンドゲームでも応用されていると思います。エンドゲームでは最後トニー・スタークとサノスの1対1の戦いとなり、トニー・スタークはガントレットを奪おうとしていましたが、ガントレットの代わりにインフィニティストーンを奪うことはできました。前作インフィニティウォーでも同じような展開となっており、この時はガントレットごと奪おうとしてうまくいっていませんでしたが、この経験をもとに改良していったのだと思います。そして次に話していくのが今後 MCU で公開されていくスパイダーマン3についてです。スパイダーマンといえば去年、ソニーが今後映画を作るなど MCU から離脱する話などもありましたが、最終的には MCU に留まることになり、ソニーが作っているベノムの世界とも交わってくるようです。そしてこのスパイダーマン3に関してですが、どうやら今年の夏から映画の撮影が行われていくようです。今年夏から撮影が行われるとすれば、公開されるのはさらにその1年後の2021年の夏頃となっていくかもしれません。撮影が始まっていくということは、もうすでにスパイダーマン3の正式なタイトルであったり、物語の内容はかなり決まっている可能性もあります。またスパイダーマン3に関しては、その前作のファーフロムホームからそこまで時間は経っていないはずです。その理由が前作の最後ではスパイダーマンの正体が明かされてしまい、
今のところミステリオを殺したのはスパイダーマンということになっているため、今後スパイダーマンが犯罪者扱いされていき、その話から始まっていく可能性が高いからです。そして気になる物語についてはまだ分かりませんが、可能性としてあるのはシニスター6だと思います。このスパイダーマンの悪役を集めたチームは、以前ソニーが作っていたアメイジングスパイダーマンのシリーズでこの計画を実行させようとしていたようですが、このシリーズは終わってしまい、この計画はついに MCU のスパイダーマン3で実現するかもしれません。 MCU 版のシニスター6ということになりますと、1作目のホームカミングで登場したバルチャーなどの敵であったり、ファーフロムホームのミステリオも登場するかもしれません。ミステリオは死んでしまったということになっていますが、相手は人を騙すプロということで、ミステリオは自分の死を偽装しているのではないかと思います。またこの映画に登場する可能性のあるキャラクターとしては、他にはデッドプールなどもいて、デッドプールに関しては以前の動画でも話しましたが、デッドプール役のライアン・レイノルズによりますと、デッドプール3は現在マーベルスタジオと話が進んでいるそうです。またスパイダーマンはそれ以外にも、今年冬に公開されるベノム2でもカメオ出演する可能性はあるため、そこで中間報告のような形で現在のスパイダーマンが明らかとなっていくかもしれません。例えば2018年に公開されたベノムの1作目では、最後カーネージとしても知られているクリーテス・キャサディが登場しているため、その1作目のやり方を乗っ取ってベノム2の一番最後の映像でトム・ホランド演じるスパイダーマンが牢屋に入っているカメオ出演なども面白いのではないかと思います。ピーターが牢屋に入る理由としては、もちろんミステリオ殺しであったり、その他大勢の人をドローンを使って殺したということになっているため、その罪で牢屋に入ってしまうという流れです。今回はアイアンマンのこれまでのスーツと MCU 版スパイダーマン3の情報について見てきました。皆さんもこれらについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。